生かしていただきます。キャンプに乗ってる時何十人のほどの命を救うために来てるんです。あなた行ってきてください早く。私たちは訴えたいんです。時間がないんです。聞き間違いではなくて、すいません止めてもらえませんか。我々の方ももうこれ以上怒りがもう本当にこらえきれなくなるよ。大勢なんでこんな病気になったと思うって言うたら、アスベストやな、アスベストやな、ちょっと何個やし、俺なんも悪いことしてないのになって言うんや。アスベストは恨みますし、危険性知ってて言わんかった国に対してもすごく恨みたい。厳しく規制したら産業の発展が遅れる社会にしゃあないねって。あそこへ勤めに行ったあなたが悪いのと。腹立つやろ、うん、ほな私らそこへ生まれたのが悪い。裁判したても勝つことないわよ。国の方が強いもんって言って怒りだけやったら、その場のその場の怒りだけやったら何もこれ物事進まないんですよ。間違ってることはやめやめとかないよ、うん、もっと筋がないようにしてやってこない。世の中の形ではダメだということがこれで分かったんだよ。なんでだよ。そうなんですか。石綿は俺の体をめちゃめちゃに壊した。しかしこの石綿の仕事があったおかげで一家が生きていけた。そんなに簡単でないよ。もはや全面敗訴の可能性もある。あと何日何時間生きてられるか分かりません。生きてほしいな、頑張ってよ。